から あんまりこういうことに興味なかったんですけど、実際にこうプロのカメラマンさんに撮ってもらったりとかロケとかやってみたりとかするとやっぱり、まあ、一生に一回ぐらいはこういう経験してみてもいいのかなっていうのを感じました。はい、確かにドレス着たりとかってそういう楽しい空間ではありますけど、写真一つに対してもいろんな人が関わってくれてるって感じることができて、なんかちょっと特別な感じはしますしました。でも楽しかったです。ショーのデザインもすごいレースが繊細でふわふわで、どうしてもドレスだなって思った。確かにレースは綺麗だ。着心地も良くて、ウエストとかも自分のサイズに合わせて詰めてもらった話を聞いたので、すごいそれが良かったと思います。たまたま白いスーツだったんですけど。普段着ないんですからね。白だね、なかなか。凝ってる感じだった、確かに、メイクの方はすごい細かく、めっちゃ綺麗にしてもらってるよね。すごい繊細に部屋作っていただいて、今日風が強かったです。結構めちゃめちゃ崩れないようにも気を使ってくれて、メイクもリクエスト聞いてくれたりとかして、すごい丁寧に作っておりました。カメラマンの方はもう一日ずっと撮影されてたみたいで、なかなかハードなお仕事だったんですけど、でもさすがプロっていう感じでしたね。頑張って、とか可愛いよ、とか励ましてくれたの。だから、写真撮るの楽しかったです。確かに。築地本願寺良かったよね。築地本願寺の、うん、夜のナイトの撮影だったんですけど、ソロで撮ってもらった、すごいドラマチックで、とても綺麗でした、東京会館で式を挙げるんですけど、東京会館の前でとても嬉しくて、初めて長時間ドレスを着るとだいぶ疲れたりするので、前乗りでドレスに慣れてる服っていうのではウェディングコートを下にしました。あとムービーとかペーパー系のアイテムを上に持ってすごい使うと思うんですけど、撮った写真をね、撮っておいて、またそうなんだったなと思いました。お世話になってる人たちに感謝を伝えるっていうのもあるけど、なんとなくまたこれから頑張ろうって思うきっかけになるし、自分のこうダイエットとか綺麗になることよりも、そこか、なんか一番頑張るみたいな、一生の一度に一番頑張るみたいな時に作れるいいきっかけかなと思います。